ました。東地方大会2、このグランドファイナル。すごい。開幕からマジレスですね。まずは許されるわけないだろうと言わんばかり。もういい加減にしろと言わんばかり。俺がバードだと。そうですね。ビッグバードのあの取り成功。うわー。オープニングからこれはビッグバードの分。いやこれね。の分みたいに殴るじゃないか。パーフェクト。お。ダブルピーもありそうな勢い。怖い怖い。止める。マジレス。論破か。持ってる。ああ。アングリー、本当にアングリーだこれ。ビッグバードのアドブリー、怒り、ダブルピー、ダブルピー、すごい、完封、文字通りパーフェクトになりましたアングリーバード。うわすごいな。アングリーバードかっけー。まず希望が見えたここ、冷酷にも。先例ですね。閉じましたね。バード一門の先例が。いくら何でも起こってますね。いや確かに。本当のアングリーだこれ。ベガエンドが言ってた。ビッグの分だね。片方の扉まず締め切った。あんだけマジレスされるとひよっちゃうことも多いんですけど。ダブルピー初めて見た。しかもそのそれでもだって結構前に来るところなんですけど。まあでも行かざるを得ないっていう感じだと思いますね。さばき切られてしまっている現状。クーダイク。なんだ。押し切れるか。打撃しっかり埋めてる。ローに変身。この状況トリガーもある。しゃがみ強肩トリガー。おなるほど。あ押し取ったっすね。ちょっと判断迷ってしまったか。手前張り。おお初めて見た。しゃがみ強手前は初めてです。あー無理やり行く。そう来ました。ここは武神流白打賞。走りすぎましたね今のは、置いてけぼりにしましたね。タタラを踏んでしまった。超絶一方的。ただそれでもタックルは通す。まとわりつき。スライディング。アングリーも応えていく。踏み込んだ。厳しい。おーざんと。おーざんと飛び道具読んでいたか。まだ打ちます。おクラス通る。これは取りました。ただエイジスがないドロクティック、溜まった状況ですが EX ゲージがありません。うわうわー飛んで。おこれは当たってますね。これあーいい。勝ち上げてゲージ使って張って崩れない。いやー硬すぎる。うわおおただ空振り。そのまま押しました。展開の速さで無理やり持ってきましたね。すごい。二つ目の星は目の前アングリーバード。取り返したいドラクティック。相打ちダメージ勝ちはドラクティック。差し返していく。ヘッドで返ってくる。知らんわと言わんばかり。勢いはいい。勢いはいい。すごい。勢いはいい。スタンまで行きました。ドラクティックが1セット返しました。ジョニーさんあるよ。これはこれはありますね。これ予想した本人が一番困惑してるでしょ。なんなら俺もそこまで深く考えてその投票したわけなんでドキドキしてきましたね。逆にね逆に困惑してるでしょ。最初はちょっとアングリーバードがめちゃめちゃ速いなと思ったんですけど、やっぱそれを超える速さでいかないとダメなんで、やっぱあんぐらいはやんないとダメっぽいですね。このアクセル全開チェイス追いついている。ダクティックリハではお互いさすがにバードだろうと3人とも言っていましたが。そうですね、言ってました。はい。そんな予想はお米なしか。いやカウンターしてる。すごいすごい。うわ気持ちの強さは直接勝負にはというところかと思っていましたが、気持ちはあるとダクティック。ジャックパン。あ、これは大きいですね。ただこの扉は大きい。ジャック。おお。いや、えらい。いやー、ダブル。残ります。耐えた。それでも攻めてくる。すげえ。畳みかけたアングリーバード。いい番通り付きでしたね。ああなってしまうとちょっと判断が難しい。シャム強気。そう、あの開幕のアングリーバードの行動がそのドゥラクティックに対する多彩な対策が用意されてて、はい、肘だったりバックステップすらだったり、うん、そんなこと普段するみたいな。そうですね。すごいのがいろいろ見えますね。
内野噛み合う。ここは間に合わない。うわ、盛り上げた。これはエイジスを受けないといけません。今度はいい発動、投げ飛び込んでくる。非常に見えづらい飛び、中強。これは削りを狙うか。そうですね。さあ武神流清流脚から敵から冷静ですね。冷静に重要な星2つ目に手をかけた。ゼフウィン。さあ F ワードがこれよこれよというようなこれよこれよって感じでしたねこれこれって感じでしたね。今手を取りました。でもな、最初 PP 取られたとは思えない攻めでしたもんね。2本目取り返した。そうですね、まあ、ダブル P っていうスタートもなかなか見ませんけどね。さあどうなんだ。さあカウント4試合目すごい21ノーゲージの動きじゃなかったっすね。はい、アングリーバードもドゥアクティックのライセンスを持っているかのような完璧な対処。まとわりつき、おお完成しない。逆に端に持っていったが、すぐに発想飛び。さらには武神流自然脚テンポアップ。すごい肘、マエステ肘。あっどっち、ナイスガード。ここはアングリーバード、2枚目ゲージがないぞ。空振りを取られてしまう。おっと取ってる、2枚目設置 V リバーサル。冷静ですね。おっと、あ、うまい、早い体育。まあでも打撃だけ守らなければっていう状況なんで。おお、そして愛知、ここは肉を切らせて骨を断つ。これでアングリーバードがマッチポイント優勝となります。おお、いいですね。目の前スラの上から崩せるか。差し返し、前に来る、前に飛んできた。ドゥアクティック耐えられるか。押していく、まだ拾わない。しかしトリガーがない。ヘッド、あ、いいっすね、勢いが、勢いがいい、勢いがいい。ゲージを使ってフォローして投げて、うわ、うますぎ。カウンター、残っている。あっと投げている。しかしここは空間を渡つ。手前割り、おっ、いや、ここならアングリーバードクリティカルズがある。見てますかね。おお、投げている。欧州東中東大会第2大会優勝はアングリーバード。アングリーバード。